100万円を1日で使うなら、使いたい。使いたい、100万円。すごいリアルだったら、一つ欲しいカバンがある。イヴ・サンローランのバッグが欲しいです。欲しいカバンがあるのと、お財布を買い替えたい。昔の思い出が詰まってるお財布なので、そろそろそのお財布を買い替えたい。カバンとお財布、それからパソコンが欲しい。MacBook でポチポチとかしたいですね。Mac が欲しいです。めっちゃ MacBook が欲しいのと、あとスタバカードにめっちゃ入れたい。スタバカードに2万円ぐらい入れたい。スタバカードを入れて、あとね、これはね、ちょっとね、実現不可能かもしれない。あ、ごめんなさい、じゃあ、これはやめておいて、普通にじゃあ次のやつ、美容院に行って、めっちゃ金髪にしたい。すっごい綺麗な金髪にしたい。めっちゃお金かかるんですよ、あれ。これで、いくらかかる。で、あと、好きなジュエリーが欲しい。ですね。多分、これでだいぶなくなるかな。100万円の使い道はそんな感じです。外出先でのトイレのトラブルはありましたか？またトイレ以外でしたことがある場合も教えてください。多分これ海で誰でもしたことありますよね。海ではありますよ。ちっちゃい時とかよくやってたし、でちっちゃい時に海にトイレがある意味わかんなかったですよね。でトイレのトラブル、これめっちゃ今覚えてるのが、ドトールに行って、で、まあ、普通に読書とかして、で、お手洗いでから帰ったんですけど、そしたら後ろからおばちゃんがこう、トントントンって、肩、ポンポンポンってしてきて、お姉ちゃん、あんた、パンツ見えてるよみたいに言ってくれて、スカートに、ワンピースに、パンツをこう、入れたままだったんですよ。わかるかな、男性に。パンツの中にワンピースの後ろが入っちゃってたんですよ、一部だけ。で、私は、若干パンツが見えてるまま何メートルか歩いちゃってたんですよ。要するに通行人の方に公然わいせつ罪をしてた。公然わいせつで合ってるかな？してた状態だったっていうことです。これはすごい恥ずかしい。はい、というわけで渋谷でした。アミとお友達になってくれる方はチャンネル登録してくれると嬉しいです。あと質問もお待ちしておりますので、コメント欄にぜひぜひ書いてください。